皆さんこんにちは、パラライカです。今日はハートの指輪の作り方をご紹介したいと思います。この指輪は実際にはめて遊んだりすることができるので、いろんな色の折り紙で作ってみてください。材料は 7.5 センチ角の折り紙1枚です。糊あるいはセロテープなどで貼り付けるといいと思います。白い方を上にして真ん中で2回半分に折ります。開きます。真ん中の折れ線に合わせて上下を半分に折ります。開きます。今度は一番下の折れ線のところに下の辺を合わせて真ん中で折ります。開きます。今度は青色の点線のところで折るんですけど、1本目の折れ線に一番下の面を合わせると折れます。上下の向きを変えます。先ほどと同じように1本目の折れ線に合わせて下のところを半分に折ります。開きます。もう一度青色の線のところで、折ります。今度は2本目の折れ線に下の辺を合わせるようにしてください。下から青色の線のところで1回2回折ります。裏側に向けます。青色の斜めの点線のところで左右を折ります。真ん中の折れ線に下の面を合わせるようにして折ります。裏返します。青色の点線のところ1つ目の折れ線があります。そこで下の先の部分を上に折り上げます。裏返します。ここはちょっと難しいですけど、よく見てください。筒のようになっているところがあるので、そこに指を入れて上から押さえて斜めに折れ目をつけます。左側も同様です。そして青色の線のところで今度は斜めに折ります。この時一番下の辺ですね、そこを中心の折れ線に合わせるように折ってください。そうすると斜めに折ることが簡単にできます。左側も同様です。
下の面を真ん中の中心の線に合わせるように持ってきてください。上下の向きを変えます。青色の点線のところで折れ線のところで合わせて2回折ります。1回2回目です。そしてもう一度青色の線のところでこれで3回目折ります。右端の下の角のところを三角形に折ります。そして、指先で、この紙がしなりやすくなるように少しずつギュッギュッと押さえてカーブを作っていきます。右側の端のところを左側の、ちょうど、入れれるように三角形になっているところがあるんですけど、その中に差し込んで輪にします。ここのところをのり付けしたりテープで留めたりして固定してください。指輪の完成です。いろんな色で作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。